それでしたお前。はい。申し訳でしたね。そうです。ルパン三世です。何年式のフィアット？これは71でしたね。70か、ルパン三世と全く違う。全く一緒です。はい。ああ自分でバラしてあれしたん、改造したんタップ切って、うん、こうスポッとはまるようにしてでこれもこうやってコンパクト化にしたんやね。そう絵を取ってそうですえっとこういう大きいのもこんな今はなんかある大悟君どこ行ったん？買い物行ったんだ。ああ。雨降ったのに返さねえんだ。もうちょっと待っとったら、なんかあっちの方がちょっと明るくなってきたんですよ。うまいけ。あったかなったけ。いい感じで。いい感じで。ちょっと。どうぞ。ちょうど無理だんな感じで。おいいね。あんまり熱くすぎると酸っぱくなって欲しくなる。完全にやめた。健康的な、健康のために。健康の、まあまあ健康のためにもあっちゃうの。親父早よしんどんねえかよ。おいくつぐらいで亡くなられた？56で倒れて、8で死んだ。はぁ。でもう親父の年だよ。やばい。はぁ。若い。俺35の時だ。30ちょい。元気でいいねがよ。何を言いだねば。おふくろも。絶好調。絶好調。いい感じで。いい感じで。クドーナってやつって煙入れんからこれはここに入れるやん。ああ、なんかね一回薪で食べたやつが、なんか変な味じゃないですか。煙だあのね火つけたでって煙入れるぐらい。はいはいはい。これクドーナしもたら、ここでもう煙出んがやから赤くこれ入れたらこういう炭火で焼いたのと一緒のような感じな。あ、そうなんですね、これはつまんごで小屋を入れてやれるんで、ね、ああそうなんですね。
自分のギアじゃ使いたいもんないんじゃん。それで こ、あのこれもあるからね、はい、はい、これでも焼けますよ、はい、ありがとうございます、はい、なんでね、よく焼かないといけないって、うん、焦げたかちょっと、あ、このぐらいが美味しいと知らんけど、ちょっとビール持っていくか、いいさ、うまいっす。マジうまいっす。マジうまいっす。あ、うまいわ。うまいの。うまいの。うん。ゆうさんって毎晩飲んでます？最近なんかちょっと飲むやつ、なんかむしゃくしゃするとき飲みたくなりますね。なんかそうでもない、むしゃくしゃして飲むことじゃない、ないですか。あ、なんかもうこうやって飲んで寝ようみたいな、なんかクッと飲んで、うん、なんか気分のいいときは飲むかもしれない。逆に、あ、逆か、うん、うまいわ、うまいわ。あ、どっちかっていうとどうなんだろう、なんかいいわ、こっちで焼けよ、ね、OK ね、こっちビチビとね、そのガツガツみたいなことで、はい、焼くの任せっちゃう、はい、あ、これまたガツでなんか嫌だ、あらら、あ、びっくりした、どうした、巻きくべてくっちゃ、巻き具合広げて、これが形以外やもん、これが、あのびっくりこう、そうそうそう、燃え上がる的な、うん、あ、いい、ごめん、あ、なんかやっぱ燃え早いですね、バーッと思ったらもう全然、あのスカスカのやつは、はい、いい具合ね、こだわりがすごいですね、サバ君、うん、うまいね、
か一人ソロキャンプとかってやりたいかっつったら、まあ、誰かおった方がいいかみたいな、二人で。いやでもキャンプ場とかだったら誰かおられる。絶対あのこんねがそんな変なやつじゃん。いやでもあれあの一人でテント張っとったらなんか人の足音がごそごそって聞こえてきたりよ。あるよ。ドキドキドキみたいな。誰でも来れるようなところでやっとった時とか。でもなんかテレビとかで女性はなんかその内側からロックできるようなねテントだったりとか。不安だっすね。女の人は怖いっちゃの。変なやついっぱいおるからの。そう。でそれで人の足音聞こえたり。あのなんか急にゴソゴソゴソンとか言いないじゃん。思ったらこういう木の下でテント張っとったら、うん、葉っぱとか落ちてくんねんか。はいはいはい。思ったらその葉っぱがこのテントに落ちてきてサカ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 とかで、うん、何よとか言うのあるよなんか葉っぱだ急に、うん、クマ来たんねやんかなとか思うとなんかそういう物音とかもあるしてんの物音なんか知らんけど、ね、それ怖いな、うん、だからなんかそういう山奥とかそういうあのクマ出没注意みたいなのは嫌だなみたいな。ここだってでもクマ出てくるかもしれないね。そうやろ、まあね、だからこう食べ物のさ、魚の間とかもこれ下に置いといたりするとさ、食べ残しミディアンとかよ山とか川近いし、うん、まあ可能性はありますよね。まあ、単車で行きちゃうのお前単車で行きゃいいし、荷物余計なものあったら俺積んでいくからな。車あったら車でも。な俺もバイクで行ってもいいんやよ。最近よ腰が何のせいいかんせん。そっかそっか。大変なもんだから。まあ、バイク効きます？腰に効きます？来るね。ああ。それは何？ジジラブでも関係ないし。うんそうなの。ジジイになって。いくつまで乗れっかの。俺は黒山で、還暦で北海道一回言う話とは、うん。いいじゃないですか。うん、ねえ。でもなんかその、まあ、いつまで乗れる言うても乗れるとは思いますけどね。あんま北海道とかなってくると長距離になるから。じいさんの未知の世界じゃないですか、僕らわからん、その60歳。じゃあまあまあ、元気なうちにいい時に守るといけたじゃん。ああねえ、あれ結構、結構日、10日間ですよね、無理して乗ったんで。あれ全部見ましたわ、おめえ。楽しそうだな、なんか、ちょっと小屋っていうんですか、あれなんすか、その中の玄関で、炒め、ね、野菜炒めしたりして、うんうんうん、あれなんすか、ログハウスかなんかですか。そう。昔からじゃあすっごいなんてすんげえよ言ってさ、お前すんげえいいやなって開けたらすぐ壁だったんやで、錯覚起こすなよ、なんかすげえいいやなって、これなんかこれ何でもついたのかな思ったら、なんかただ本当寝れるような寝るだけだけ、はい、だそれでもすごいいいとこだったけど、でなんかそれまで大爆笑しとったんやけど、だから面白かったじゃあいい時期に行けたじゃん、うん、ちょっと全部ぐるっと回れんだけど、函館で行けんだけどの、さすがにの、もうちょっと投げには回れんだからね。さっき言いました。してましたね。してましたか。オナライトがすごい引いてる。はい、いい感じで。なかなかでもの、北海道じゃ行けんけど、でも、まあ、行けるタイミングで、行きたかろ、でも。嫁さんが行きたいと思ってるから。ああ。ね、最高じゃないですか。幸せですね。うん。こんなことできるなんてね。ありがたい。うちでね、焼酎ばっかり飲んで
最近あの発泡酒飲んで、うん、そうですね。その後足りんかったら焼酎お湯割りにして飲んでたんですかね。な写真っていうかもうこうあっから見た絵面がもういがろ。まあ大好きな車もあって、うん、まあ自己満ですけど。自分の視界にやっぱり車とか見えてない、ね、方がいいですね、うん、だから今までやったキャンプ場眺めながらみたいな、そうそうそう、ここ車乗り入れできるじゃないですか、うん、できんところで今までやってたんで、なんかいいな、駐車場に置いてちょっとね、そうそう、離れて、そうそう、ちょっとアイコンもね、伝えたいね、バイクもそうだから、そういうところを選んでキャンプ場やれたらいいですね。こういう感じすげえな。風の山の、まず、風。